どうも、はじめまして、サッカー大国ブラジル出身のジョンと申します。今回はでございます、ブルーロックというサッカーのアニメを私、ブラジル出身のジョンがもうサッカー大国のね、出身としてそういったような目線で見ていきたいなと思いますって言いながら、ごめんなさいね、僕はブラジル出身ながらサッカー全然わかんないんですよね。何人でプレイしてるのかもちょっとまだわからないっていう、先日のワールドカップでもうめちゃくちゃいいじゃんと思って、よかったなって。今ブラジルナウなんですけども、日本にずっといたんですけども、ブラジルに今来まして、でやっぱサッカー大国だけあってすごい盛り上がりでね、でやっぱこっちもそれでね見ていたんですけども、日本もめちゃくちゃジャイアントキリングかましたりとか、ブラジルもすごかったですよね。そういったところでなんか遅れながらね、今になってあれサッカー面白いなみたいな感じで見ていたんですけども、ただ何人でやんだかなみたいな感じだったりとか、ルールが全然まだわからないです。で僕一応サッカー部だった時代もあります。小学校の時ね、ブラジル人ですよ、ブラジル人が入ってきました、うわすげえみたいな、サッカー部へぜひってね呼ばれまして、はい、まあブラジルの血入ってるし、もうなんか遺伝子に組み込まれてるでしょうみたいな、ちょっとリフティングやってみてよみたいな、 2,3 回2,3 回ってボールバチコン落としたりとか、えみたいな。そんなこんなで全然A チームっていうね、主力メンバーではなくて B の補欠っていう、 B ですら試合に出ねえのに B のさらに補欠って、もう基本的にベンチを温めてる以外に仕事ないんですよまあそんなこんなからね、練習試合に行ったらちょっと威圧的な感じで一応ベンチこう座って、違うチームの人たちがやべえみたいな、外人いるみたいな、しかもえ今ベンチにいるってことはやばくねみたいな、ずっとプレッシャー与えるみたいな。で出たら出たら僕足めっちゃ速いんですよ、 50m6 秒ぐらいなんですよ、めっちゃ速いんですよ、ブワー言って走っていって速攻でボールのところまで行くんだけど、ボールの取り方わかんないからこうなっては何もできないっていうね、はい、サッカー全くもってダメ少年で、最後はねサッカー部から追い出されました、はい、お前足速いから陸上部行きなよって言っていやお前が誘ったんやろみたいなね感じで、そんなのが僕のサッカーのレベルです。こんにちは一応これ言わないとさ分かんないからさ、そんなような感覚なんだけども、一応でもサッカーを全くもって知らないなりにも、なんか最近のワールドカップであちょっと楽しいかもって思っているナウです。だからブルーロックで改めてちょっとね知っていこうかなっていう風にね思っております。それでは行きましょう。あ、皆さんその前にぜひともグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。ブルーロック全話見ていきたいなという風に思っておりますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録とベルマークも押してくれると嬉しいです。そしたら動画出した瞬間に通知がバチコーン言うていきますんで、それでは行きましょう。リフティング下手な私が見ていくブルーロック、始まった、始まったぞ、始まったぞ。ああいいですね、なんかこういうなんか映画館、はい、映画のような感じがする、はい、ああもういっちょね、はい、了解、はい、おお始まった、いきなり試合から、週刊少年マガジンなんだ、へえマガジンなんだね、おーおーイケメン、おお勝ったら全国、おおいきなりそんな感じ、いきなりそこから始まんの、あ、曲がロック、曲ロック、イエーブルーロック、曲ロック、オイエー、全国、スタート、いきなりこんな感じなの、いきなり全国、これ夢じゃない、大丈夫、ガチドフリー、おパス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 、おお、お、11人でやるスポーツ、あ、11人ね、今知りましたすいません、ブラジル人です、おお、これで同点ってことは今負けてる、やばいよ、うわうまい、キラ吉影、やべえ、読めなかった、バイツァーダスト、時を戻してほしいわこれ、あらら、追い打ちですね、これ。負けてるところに追い打ち。あらら。始まった瞬間負けてるやん。てか、あれやな。ちょうど直近で黒子のバスケを見てたんですけども、100対何とかっていう風に行われるんですけども、サッカーはそういう話じゃないですね。2対何とか3対何とかっていう、なんか100ってぶっ飛んでるよね。よう考えると。100対何っていう。まあ、ただそれだけなんですけど、ちょっとあまりにも見知らすぎて、ちょっとそういったようななんか違いを感じました。はい、悲しいな
きついな。まああの兄ちゃんのせいだけど。あの兄ちゃんのせいだけど。おお。詰められそうやな。おお。そうですね。今はこのチームで全国大会優勝を目指すだけです。めっちゃクールな感じやん。今の僕があるのはこのチームのみんながいるからってことだけっすね。うわモテるな。なんかキセ君みたいな感じやな。うわあいつ詰められそう。なんか詰められそう。誇りに思え。この声誰だっけ。いつかお前らの人生で。うわ悲しいな。財産になるってね。スラムダンクの名言的な。思える時が来たか。似てるよねちょっと。いやいやいや一人だけ一人だけもう。まあワンチャン決めれたもんねあれ。全国にも届かなかった。お。県予選で敗退したチームだ。うおークールにね。あさっきの兄ちゃんとクール違いですね。冷静にね。そのチームの。あよかった。の2年生フォワード。あの兄ちゃん詰められなかったね。一応しくったんで。フォワードね攻める人ね。はい。ノア様誰？あなたのようなスーパースターに。おお。あノエルノアかっこいい。おお。なんかかっこいい感じだね。あーはい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 。離れそうにありません。彼にとってのオールマイトやな。オールマイト。あなたに憧れて。いい感じのやつだね。ずっとサッカーを続けてきました。目つき怖かったからあの兄ちゃん怒られるかと思った。お前のせいだって言って。みんなで全国行くぞ。夢は夢に奪ってしまいそうです。うわエースストライカーになって。うんうんうん。ワールドカップ優勝するっていう。おお。みたいな夢が。いやいやいやアホじゃないよ。夢はでかくだよ。うん。めちゃイケメン兄ちゃんやね。あの場面で。うわいや決まってただろうな。シュート打ってたら。って考えちゃうよね。って考えちゃうよね。俺の運命は変わってたのかな。難しいねこれは。でもチームは大事だから。チームあってのサッカーなんで。むずいよね。オールうわー今来たか。サッカーは11人でやるスポーツ。今来たか。きついな。うわ悲しい。めちゃくちゃ悲しい。おかえり。どうだった試合。お腹空いた。なんか飯がうまそうなんだけどさ、この日本の家の温かさってすごいいいんだよね。本当にあの半年前まで俺日本にいたんだけど、日本の家の温かさってすごいよね。今ブラジルにいるんだけどね、まあ物件によるけどね、あの結構あのヒヤッとしてるんですよ。なんかそういったところではまあまああの壁の中に何材が入ってるっていうのもそうなんだけど、本当にね日本の家ってすごいですよ。耐震もそうですけども、やっぱねあの日本の技術力って本当に半端ないなっていう風に思いますし、改めて皆さんね日本を誇った方がいいですよ。本当にすごいですよ。特にこんなカツ作れるからね、すごいよ。いやうまそううまそう。なんだこの組み合わせは。やべえな。とんかつ味噌汁ライスシャリうまそう。うわ俺今日まだ飯食ってねえんだよ。くそうまそう。ただいまの時間夜9時でございます。飯食ってねえんだよ。いやいいな。普通前日に食うやつでしょ。いいな。おう。フットボール連合ってどこか。ほう。あ？おう？おう？よくわからん。よくわからん。なんで？すごいじゃん。え、あのチームとしては負けたけど、彼個人としてはピックアップされたってことこれ。ここで合ってんのか。そういうことだよね。潔くんだよね。君もやっぱりこの間はどうも宿敵。俺のこと分かるやろ。そりゃ分かるかな。この間負けた相手だし
俺めっちゃ覚えてるんだよね、君のこと。おお。プレー視野広いっつうか、サッカー IQ 高いっつうか。おお。一緒のチームだったらめっちゃいいパスくれそうだなって。感じいい人やね。だいぶ感じいいじゃん。キラ涼介に褒められた。まあ、キラって名前は怖いけど、なんかキラ吉影のせいでなんか悪評ついちゃってんだよな、キラに。てか敬語やめようよ。あ、めっちゃいいやつやん。めっちゃいいやつ。頼むから変なやつになんねよ。ほらほらほら、頼むから変になるねよ。おお、いっぱいいるいっぱいいる。ヤンキーいるやん。ヤンキーにパーマいるよ。これ積み上げたものをぶっ壊しそうな感じのパーマいたよ。何スイッチ？ほら、やんちゃ。髪型、ああね、リーゼントね。イケメン多いね。イケメン多いな。おお、何？何？ハンター試験始まるの？才能の原石どもよ。どうもよ。お前らは俺の独断と偏見で選ばれた18歳以下のストライカー300名です。おお。そして俺はジンパチ。日本をワールドカップ。ジンパチ。エゴ。ジンパチ。ね、顔怖いやな。狂ったエノンさんやこれ。キノコ頭大体エノンさんだから俺の中で。ゲス極はね。なんかゲスを極めてそうじゃん。私じゃない、私じゃないよ。日本サッカーが世界一になるために必要なのは。おう。うん、革命的なストライカーの誕生です。おお。俺はこの300人の中から世界一のストライカーを作る実験をする。ほう。ブルーロック。はあ。お前らは今日からここで共同生活を。へえ。考えた特殊なトップトレーニングをこなしてもらう。そういう感じなんだ。今までのサッカー生活とは決別してもらう。ここでのサバイバルに勝ち抜き299名を蹴散らして最後に残る一人は世界一のストライカーになれる。あのですね、ちょっとだいぶびっくりしました。ちょっと止めちゃってごめんなさいね、ブルーロックっていうタイトル回収いきなりされるんだみたいな。あのボザロね、あのボッチザロック最近見ておりますけども、8話ではね、確か8話でやっとなんかあのボッチザロックっていうタイトルが回収されたっていうね。鬼滅の刃は、鬼滅の刃って回収されなかったんだけど、あのタイトル回収してくる作品なんだ、かっこ1話で8分にしてて、もうびっくりなんですよ。もう超びっくり。しかもロックっていうところがさ、なんかあの監獄みたいなんだけど、大体あのなんちゃらロックみたいなので結構監獄的な感じなんだけど、ここで暮らしていくっていうので、まああの強化合宿みたいなもんなんだろうけど、ロックってなんか若干怖いよね。大丈夫みたいなさ、わかる。はいはい、説明は以上。ブルーロック、なんかやばそうだね。何言ってんだ。あのすみません。いや合宿やろ、何言ってんだって。同意できません。おお。大切なチームがあります。あーそうだね、はいはいはい。そんなわけのわからないものに僕はチームを捨てて参加することはできません。おお、すげえ、いいやつだね。ちゃんとキラっていうので偏見持ってた、いいやつだ。ぶつかましそうだね。シャラーブとか言って。重傷だなお前ら。おお、違うか。おお、やりたいやつは帰っていいよ。おや、世界一のストライカーになることよりもこんなサッカー後進国のハイスクールで一番になる方が大事。後進国つら。お前らみたいなのが日本の未来背負ってると思うと絶望だわ。大暴投しに行くね。日本サッカーの組織力は一流だ。他人を思いやる国民性の賜物と言える。うんうん。それ以外は間違いなく二流だ。こんな状態。サッカーとは何だ。11人で力を合わせて戦う。さっき覚えました。大事に、うん、親戚に、仲間のために。あ、かっこよさそう。だからこの国のサッカーはいつまでたっても弱小なんだ。うん、教えてやる。サッカーってのはな、うん、相手より多く点を取るスポーツだ。そらそうだろ。点を取ったやつが一番偉いんだ。あ、まあ確かに確かにね。はい、ラックオフ。でもパス出すのも大事やで。なんかパスによって蹴れるからよ。まあそれを決めれるかどうかだけど。日本代表には尊敬する選手がいっぱいいる。
うん。彼らが11人で戦う姿を見て育ったんです。うん。彼らは僕のスターです。うん。間違ってるよ。おお、言うね。日本代表？そいつらってワールドカップ優勝してなくない？世界一になる話してんだけど俺。いや、えぐいな。そして1対0で勝つより俺がハットトリック決めて3対4で負ける方が気持ちいい。メッシやクリスティアーノ・ロナウドを抑えて。おお、その名前出るんだ。世界一のストライカーメッシ、ノアの言葉めっちゃ活躍したよね、今回ワールドカップで。監督曰くチームなんてどうでもいい、俺が目立てばいい。エリックは知らん。ペレ曰く、お、ペレ、はあ、これね、ちょっとね、一応まあ一言ということで、あのペレといえばもうブラジルを代表する選手、私も知っております。サッカーを知らない私でもペレすごいっていうのは知っておりますが、あの先日亡くなってしまったということで、もうご冥福をお祈りしますっていうことだけしっかりとお伝えをしてということで、なんかね、あの日本でもいろんな役者さんが、まあ、こう例えば亡くなったりとかするたびにやっぱ日本の宝がっていうふうに思うんですけども、まあ、ブラジルの宝がっていうところで、まあ、ペレさんがね亡くなられていたっていうことで、悲しいですよね。なんかまあ、あのそれは一つなんですけども、なんかこういうふうに、いろんな偉人がいるわけですけども、そのサッカーの、まあ、僕は知らないエリックさん、ごめんなさい、あの存じません、ごめんなさい、だけどもそういったあのレジェンドであろう方々がこう出ていくっていうところだけでもブルーロックの本気さというか、まあ、結構ぶっ込みじゃないですか、この日本がまだ優勝できてへんやんけみたいな。ぶっ込みでよ、ヘイト回想でよ、結局偉いのはストライカーだっていうさ、いやパス回す人はとかさ、いやキーパーはとかいろいろあるんだけど、でも言い切っていくっていうその覚悟もまたすごいなと思ったりとか、なんかまだ見始めて間もないですけど、覚悟のすごい作品だなって思いますね。いろんな人にこれ影響を与えるぞこれ。まあもう言うてもね、あの10話以上ね、あのやっているアニメなんで、僕が今本当に見出したばかりなんですけども、いろんな人に影響を与えますよこれ。だからやっぱみんなってアニメを見て影響を受けていろんなスポーツやると思うんですけども、とんでもないスター生まれますよこれ、間違いないですよ本当に。ゴールキーパー、どれを聞かれても自分だと答える、うん。日本サッカーに足りないのはそれなんだよ。はあ、世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。言ってることはわかる、言ってることはわかる。そうね、こいつの言ってること、この国に俺はそんな人間を誕生奇跡の世代みたいな、なんか抵抗の人たちみたいな感じだね。この299名の屍の上に個人のスターみたいな、たった一人の英雄を。でもチームじゃないとね、最終的には何の実績もない。想像しろ、舞台はワールドカップ決勝。うん、すごいよね。ピッチにいる。スコアは0対0、後半アディショナルタイム、うん、アディショナルは知らんけど、抜け出したお前はゴールキーパーと1対1、うん、6メートルには味方が、おっと、パスを出せば確実に。知ってるなこいつ、あの状況。全国民の期待、優勝のかかったそんな局面で、うん、迷わず打ち抜ける。ああ、エゴイストだけ。うわあ、合ってるわ、合ってるわ。進め。合ってるわ、合ってるわ。常識を捨てろ。うわ。ピッチの上ではお前が主役だ。確かにね、確かにね、やれるかやれないかそれ以外ないんだよな。誰も教えてくれなかった。己のゴールを何よりの喜びとし。うわ、すげえ。綺麗事じゃないんだよ。それがストライカーだろ。いやー、合ってるすわ兄さん、合ってるすわ。綺麗事多すぎなんすよ世の中。ストライカーだ。いやー、すげえ、すげえ。一番乗り、一番乗り行ったよ今。俺は見逃さないよ。一番乗り走った。そして行かないの。オーケーオーケー。で、遅れたけどな。うん。だから、チーム戦は当たり前なんだよね。チーム戦の上でその先なんだよ。カリスマ性。
カリスマだから当たり前にできるんだよ、チーム戦なんて。一番フットボールの熱い場所、うん、うわ監獄じゃねえかよ。なんか UA みたいだな、あのヒロアカの UA みたい、プルロック、なんかペンタゴン的な感じだね。はい、いや施設よ、施設すげえな。未来の監獄やないかい。うん、すごいな、どんだけ金かかってんだよ。いや顔怖えがな、手前のやつ、なんか目こんなになってるで、怖いわ。虫くっついても気づかなさそう。おお、一緒だ。俺も安心する。おい、服飛んだ。あ、全然大丈夫です。体バキバキ。下気をつけろ。ええ、あ、さっきのかっこいい兄ちゃんだ、メッシュ。ちゃんと出せ、おしっこちゃんと出せ、おしっこちゃんと出せ。なんだこいつ、なんだこいつは一体。キラリョウスケ、すげー本物じゃん。おお、有名やん。はい、よろしく。まあ有名だよね。俺イガラシグリムって言います。グリム、グリム、すげえ名前だな。あの息子なんだけど絶対継ぎたくなくてさ。まあハゲでいるしね。あいつの話聞いて震えたね。人生変えるチャンスきたーって。テライコール坊主ってあんま関係ない、あんま関係ない。お坊さんだもんね、お坊さんイコール坊主みたいな。やあやあ、今同じ部屋にいるメンバーはルームメイトであり高め合うライバルだ。痩せたバナナマンみたい、日村さん痩せた。俺の独断と偏見、痩せバナナランキングされてる。独断と偏見多いな。おお、中何位かが一目で分かるようになっている。カスやん、めっちゃ頑張ったのに低すぎ。さっきの寺の兄ちゃん300。トレーニングやゲームの結果でアップダウンする。おお、上位5名は無条件で6ヶ月後に行われる大会アンダー20ワールドカップフォワード登録選手とする。やばっ、アンダー20ワールドカップ、ええー、日本代表、そういうことだな。ワールドカップで敗れるやつはこの先一生日本代表に入る権利を失う。爆弾じゃねえかよ。上がるために必要なのは英語だ。今からそれを測るテストを行う。うわ、きつそう、めっちゃ嫌な思いしそう。日本人にはこれきついよ、これこれ念のためちょっとね言っときますけど、なんで日本人って言ったかっていうと、やっぱ日本人っていうのはあの俺もまあずっとね小学校から日本にいるからそうなんだけど、もうあの基本これなのよ、あの、ね、右向け右前習え知らねえけど、そういったような感じで教えられてるから、エゴってそれの真逆なのよ。みんなが右見てたら俺左向くっすわみたいな。でそれをみんながはぁって言ったところでうるせえバーガーつって左向けるかどうかなんだよ。そういうことでしょ、俺の認識合ってるよね。日本の教育とは真逆のことを今求められてるんだよ。日本人にはきついて、これいきなりこんなのぶちかましてえぐいって、うん、俺ブラジルだけど日本で育ってるから多分あのみんなと一緒にこう向こうとするんだけど、ああみたいになると思うんだよね。いや、えぐ。やつが鬼となり、タイムアップの瞬間に鬼だったものがバックオフ野郎です。え、何、落書き野郎、ハンド禁止ね、ハンド禁止、鬼ごっこ、グリム。これサッカーじゃねえじゃん。やばいやん。最低の俺の最初の鬼かよ。これあれか、 Z ってさ、あのローマ字で言う一番ケツじゃないですか、アルファベットが。アルファベットで言うところのケツじゃないですか。ってことはまあ若くなれば、あの言葉が若くなっていくにつれて数字も小さくなっていく。 Z だからゴミカスチームってことやろ、これ多分。俺が合ってれば多分そういうことだよね。やってやんよ。恨みっこなしだぜ。おお。あいつの言ってること信じてんのかよ。いや信じるやろ、何とんねん当たり前やろ、こんな施設普通金ねえよ、現実見ろ。一生寺の坊主おお、覚悟決まったね。ここで負けた人間は寺の坊主、一生日本代表にはなんかさ、
あんま関係ないんだけど、寺の坊主、また止めてごめんね。寺の坊主で言うとね、僕キャバクラのボーイみたいなものをやってる時もあったんですよ。なんか お寺関連の方来るんですけど、結構お金になるんですね。なんかちょっとなんかイメージ的にあんまならんようなイメージもあるんだけど、何がどう金になるのか知らんですけどもね、なんかびっくりしたっていうお話です。だからこのグリム君も言うてよで、しかも多分税金かからんべ、言うてありやぞ。金結構持つことになるかもしらんで、なんか分かれると思うけど、全部が全部じゃないと思うけど。悪いな、イサキ君。知らないなりにちょっと、はい。バカげてるよ、こんなの。怖いね。いや、めっちゃ怖いわ、あいつ、ヤンキー。潰されてたまるかよ。あたんねえ、やべえ。あ。こいつまだ寝てやがれ。ひどい。そんな勢いで、うおー。相手への攻撃は禁止とは言われてないよ。言われてないです。試合じゃないです。はい、試合じゃないです。おはよう。なんじゃこいつ。可愛い感じだね。おい、汚いやり方は嫌いだ。いや、あいつの方が汚ねえよ。正当防衛だよ。ほら、ほら。ひどいんだけど、レンスケ。この坊主、こいつゴミやな。地獄落ちるぞマジで。寺行け。寺行っていろいろと直してもらえ、感覚。果てなきゃ。仏さんに殺されるぞお前。仏さんに殺されるってなんか矛盾すんな。仏様ね、亡くなった方を言う仏じゃないからね。仏、亡くなった人に殺されるってようわからんから。ランキング低い、あいつか。お。いけ。マジでこんなんで俺の未来決まんのかよ。ようわかんないよねこれ。やったれ。こいつ悪いぞ。やばいって。負けたくない。終わりたくない。やけれや。でもいい。勝ちたい。なんかガンツスーツみたいな。追い続けたい。夢を終わりにしたくない。蹴っちまえ。何してんの。おお。いや何してんのこいつ。おん。この坊主。おお。おお。ダブル。お、今や。何の間。ゴー、ゴー、ゴー、ゴー。イガグリ、やっちまえ。ゴー、ゴー、ゴー。ゴー、ゴー、ゴー。終わりたくねえ俺、こんなとこで。ブラジルではゴールのことをゴーって言います。ゴー。顔面にぶちかませ。あ、また開いてくれてる。金玉に当てろ。玉を金玉に当てろ。いったれ。ここはそういう場所。三つの金玉にしたれ。三つにしたれ。頭もちょうどあれやし、四つ目やん。ボールでもう一個ボン。オーラを込めて。バチコン。えらい。俺あんなやられたら余裕でこんな勢いでやらんけど、アウトでやりますけどね。違うな。えらい。このままじゃ今までの俺と同じだ。同じなの。人生変えに来てんだよ。あのピンクの髪の兄ちゃんかっこいいね。世界一になりに来てんだよ。おお。自分より強いやつに勝たなきゃ何も変われない。そっちね。だよね、潰すなら一番強いやつじゃ。かっこよ。俺かよ。おい、マジか。おお、すごい、よけた。いい子ちゃんだけど言うて、おお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 お。やべえ。フットボールの世界において。おお。チーム。ディフェンダー、ミッドフィルダーは育てることができるが、ストライカーだけはその類ではない。ほお。
一流のストライカーという生き物はその時最もフットボールの熱い場所に強いやつバーンバーン。おお、顔が変わった。かわいそうにイケメンが。めっちゃいいやつだったのに。突如として出現する。夢。うわーすげー。あー、これはいはい、エンディングということで。いやーすごいね。半端ね。いや、めっちゃおもろいわ、めっちゃおもろいわ。あの、でも伊賀栗くん、俺だったら何事もなくバチコンかましますね。あんなこんなんされたらてめえこの野郎っていうさ。でも違うんだよね、それじゃあお前弱い者いじめやんけみたいな。いや、ごもっともっていうね。まあ、弱い者いじめでもあんなんやられたら関係ないけどね。弱い者は静かにしてろって、お前いきなり攻撃してくんじゃねえよみたいな。何やってんだよっていうさ。やれ当然なんだけど、じゃなくてね、もう強者に挑んでいくっていうね、それすごいです。あ、なんかあのケツにありそうな雰囲気ありきりということで、ちょっとさあ、ちょっとここら辺から、見ていきましょう。ラストアディショナルタイム。アディショナルタイムって何？だから休憩？何？おう、 JFU に選ばれるなんてすごいな。俺と同じですね、お父ちゃん。よっちゃんはサッカーだけ。いよって読むのかな。ずっと上手だったもんね。うんうん、ヨイチっていうのこれ。まあね、サンタさんからのプレゼントもワールドカップの優勝トロフィーって言ってたし、うん、それずるやんけ。の夢はずっと世界一のストライカーだったしね。ああ。もうやめてよ、恥ずかしい。ああ。サッカーの試合中はテレビにかじりついて熱中してて、ギャン泣きしてた。あ、やってたよね。うん。どだけニュースを。ある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 、お父さんが帰るとあるある。あと泣いたらすぐ寝ちゃうし、寝たら大体忘れるし、それで宿題やるのもよく忘れてた。あったね、学校ランドセル、こんなのリコーダーな。かわいそう。本当選ばれてよかったな。それしかないって感じやん。最後の方ディスってない。いや、いいやん、いいやん。うん、いや、なんか俺好きっすわこの作品。はい、ということで見ていきましたけど、いや、めちゃくちゃ面白いですよね。なんか僕サッカーわからないなりにね、あの見ておりますけども、アディショナルタイムとか知らんしね、11人でやるんだっていうの今あの知れましたし、アディショナルイコール休憩なのかな。でもさっきアディショナルって言いながら走ってたぞ、ようわかんねえけど。はい、ということでちょっとあのハテナが残りますけどもね、でもすごい面白い。なんかキャラとかも好きだし、なんか設定も好きだしね、ここからどうなっていくのかなっていうのはすごい気になります。はい、ということでね、いろいろとお話ししてきましたけども、ここからね第2話、3話、4話とねやっていきたいなというふうに思いますね。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!